審判員。審判員とは、スポーツの試合を、ルール、競技規則に則っ,って厳密かつ円滑に進行、成立させる役割を担い、判定を下す人物を指す。審判員の故障は、各競技によって異なり、行事、レフェリー、A、レフェリーやアンパイア、A、アンパイア、マッチオフィシャル、A、オフィシャルなどの故障が用いられる。 試合を円滑に進行させるため複数の審判員によって審判団が構成される場合、その審判団の責任者となる審判員を主審と言い、他の審判員は副審と呼ばれる。この時レフェリーは主審を指して用いられ、副審を指す故障としてアシスタントレフェリー、A、アシスタントレフェリーが用いられる。審判員をレフェリーと呼ばない競技では、主審はチーフアンパイア、 チーフアンパイアーと呼ばれる。各競技における審判員の故障について、詳細はこの記事の各競技についての項目や、各競技の記事を参照。審判員は競技の進行や判定など、競技の実施にあたって強大な権限を有し、チームの監督や選手は審判員の判定に従わなければならない。それゆえに、その職責は重大であり、 競技規則に対する知識や競技を判定するために必要な能力はもちろん強い責任感や忍耐力、集中力などが要求される。バレーボールやテニスなどネット型以外の競技では運動能力、特に脚力も要求される。審判員が一度下した判定はよほどのことがない限り覆されることはない。しかし一方で審判員が下した判定が正当なものであったか。 どうかについての疑義の声が全く上がらないというわけでもない。事実、競技によっては競技場が広大であったり、競技の展開が高速であるため、より正確な判定のためには、様々な角度から状況を確認する必要があったり、するなど、審判員一人で判定を行うことが困難、判定の精度に欠けるであることもある。そのため、多くの競技では、 複数の審判員を配置してその任に当たることとしている。しかし、それでも判定に疑問があるという声が上がる場合もあり、試合中や試合後に競技を管轄する協会、連盟などの管理団体に最定を求めることもある。審判員が不正に加担したのではないかという、八百町疑惑が追求されるケースもある。多くの競技では、 一人の主審と複数の審判員で構成される審判団が競技の審判を行う。球審、累審、外審、控え審判員などで審判団を構成する。野球の審判員を表す英語はレフリーではなくアンパイヤーである。一般に球審を指して主審ということがあるが審判団によっては責任審判員が球審以外の審判員である場合もある。 主審、レフェリー、副審、アシスタントレフェリー、かつては、先進ラインズマンと呼ばれていた、第四の審判員、ホースオフィシャルで、審判団が構成されている。また、競技会規定で認められているのならば、追加副審、アディショナルアシスタントレフェリーや、ビデオ副審、ビデオアシスタントレフェリーを配置する場合がある。主審一人、副審、タッチジャッジ共通2から3人。 ラグビーフットボール公認審判員資格は A 級、A1 級 B 級、C 級の4種類。A 級は日本ラグビーフットボール協会が主催する国際試合や国内試合をすべて C 級は各都道府県協会が主催する国内試合を裁くことが可能。資格取得するには講習会に参加し各都道府県協会レフリー委員会の推薦を受け。 協会理事会で審査を経て認定される。受験資格は B 級、C 級は応募する都道府県に住所、勤務先があるもの。A 級、A 級は B 級の資格と一定の実績、協会委員長の推薦が必要となる。オフィシャル、オフィシャルと呼ばれる7名の審判員で構成される。ポジションによって呼び名と職務が変わるが、 反則の指摘などの権限は平等に持っている。リフェリーのみ白い帽子をかぶり、他の6名は黒い帽子をかぶる。リフェリーとアンパイアの故障が用いられるが、主審はリフェリーである。反則などの問題が起こると、審判団が集まり競技を行い、競技の結果、反則はなかったことになることも多い。競技の結果を告知する職務を持つ、地位深くの審判、リフェリーによって、 両チームと場内に説明がされる。反則を受けた側は、ルール通り相手にペナルティを与えて、プレーをやり直すか、それとも反則はなかったことにして、デクラインプレーを進めるか、自身に有利となる方を2人に選択できる。NFL では、審判に不服がある場合、その場で、チャレンジ、チャレンジと呼ばれる最新査請求ができる回数に制限あり、チャレンジでは、 ビデオ画像なども判断の材料に入れて再審査を行い決定を下すがその決定に対する不服申し立てはフィールド内ではできない。構成される審判団はオフィシャル、オフィシャルと呼ばれる。このためスコアボード操作等を行う場所はオフィシャルボックスの名称がある。審判はここでスコアボード操作員に判定を伝える。レフェリー、ラインズマン。 アシスタントレイフェリーと呼ばれる、ホッケーリンク上の審判員、オンアイスオフィシャルズとリンク外の審判員、オフアイスオフィシャルズに分類される。見た目の違いとしてレフェリーは袖にオレンジの帯がある。写真参照がラインズマンにはない。試合開始のフェースオフはレフェリーが行う。通常はレフェリー1名に、ラインズマン2名、ゴール裏のボックス、リンク外にある。ここでは、 ゴール判定のみ担当に1名ずつの5名である。主審1人、副審1人、記録員1人、アシスタントスコアラー、先審4人。主審は一方の支柱の近くに設置された審判台に上がり、副審はもう一方の支柱近くに位置取る。記録員、アシスタントスコアラーは、副審の後方に設置された椅子に座り、机に向かって記録作業をし合いと、 同時進行で副審と協力しながら行う。主審と副審、記録員は互いに体になるようになっている。先進は、それぞれのコーナー付近で旗を持って、ボールがラインより出たかどうかなどを判断する。リング上に、主審、レフェリーが上がり判定を行う。副審、ジャッジは、リング下の最前列で採点するが、主審の判定には関与しない。 プロレスの試合を裁くため、レフェリーと呼ばれるが、試合を盛り上げるために一方に、有利な判定を下す悪徳レフェリーが存在したり、しばしばレスラーの攻撃にさらされるなど、他種目のレフェリーとは異なる側面もある。土俵上に行事が1名、土俵下に勝負審判が5人。通常の判定は、行事が行うが、勝負審判が異議申し立て、物言いすることにより再審が行われる。 控え力士も物言いをつけることができるが、その例は極めて少ない。主催者が選出した審判員及び採決委員が審判を務める。人数は主催者により異なる。スポーツの種類を問わず、審判の不公平な判定や誤審はしばしば問題視される。本拠地側のチームや選手に有利な判定が下ることをホームタウンディシジョンなどと言い、 有名なものには2000年代のハンドボールの国際試合において中東諸国のチームに有利な判定が品質した中東の笛や日本プロ野球において読売ジャイアンツに有利な判定を下すジンパイアがある。有名な誤身にはサッカー1986フィーファワールドカップにおけるディエゴ・マラドーナの神の手ゴールや野球のボブ・デビッドソン審判の判定問題などがある。また、 審判自らが試合後に誤審を下したと認める場合もある。不公平な判定や誤審は時として暴動や訴訟に発展することもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。